前回の続き。まあちょっとずるしてポイントはどこ？まあちょっとね、まあ、豆乳取られたところがちょっと痛いんですけど、まあポイントルリよりもおしゃれに750円だからっておしゃれを捨てないってこと。なんか想像がつかへん私は。私はもうあとベーシックにこうガツンとガツンガツンとこうくるようなやつをイメージして。いや見た目でもすっごいなんかもうおしゃれに美味しそうでございます。ただなんか宿めくりみたいな商品が思ってたのと違った。宿めくり謎のソースみたいなの何？一応ドリンク。こわ。ちょっと気色悪いんだけど。大丈夫？じゃあ好きな方から食べてください。確実にこっちだね。怖いもんこれ。いただきます。どうぞどうぞ。美味しそうだけどなんか焼きそばになんかかかってる。え、美味しい。鶏肉、鶏肉あ、ね、クラムチャウダーめっちゃ熱い。美味しいこれ。ここでごちそうさましたいぐらいなんだけど私。これ何？これはドリンクです。まだ仕切りではないの？トリュフかけてます。お菓子かかってるよ。ちゃんと全体的にこう、はい、食べて一緒に食べてほしいから。ありがとうございます。いただきます。うん、美味しいよ。このエビせんと、うん、この鶏肉を一緒に食べるのがおすすめ。うんうん、これあくまでもこれは今私がアドリブで言ったわけじゃないんで。うんうん、こんな味がする。これはな、何飲むの？飲んでください。え、X 何これ？プリンか。飲むの？飲む。何これ？いや、罰ゲーム。ドリンプリン、あのプリンぐしゃぐしゃにしたやつ。これいきます。これすごいね。何これ？レアチーズケーキや。うん、おいしい。もう大丈夫ですか？決まりました。あ、もう決まりました。あ、ごちそうさまです。じゃあとりあえずちょっと食べていただいても大丈夫ですよ。え、あ、いや、ちゃんと座ってね。いただきます言いなよ。いただきます。ザザ。急に変わるやん。鬼嫁。完食せんでええねんで。お腹空いてるからもう行ってるわ。そうだ、ちゃんと均等に食べて審査してよ。それはね。せやで。ちゃんと飲んで。ドリンクって言わないでしょ。何なのこれ。ドリンク。プリン。プリンがめちゃめちゃなんだよ。はい、審査が終わりました。終わりました。結果発表。コンビニだけの商品でオリジナル料理バトル。今回の結果は、結果はせーの、焼きそば。イエーイ。圧勝。なんでよ。ご飯作らへんからな。やばい。やばい。一生懸命作らへんけどね。かわいそう。それはずるい。夢で作って帰ってたわけね。ちょっと待って、ちょっとじゃあ味のさ、こう評価聞こうや。まずのスープが俺は余計だったかなと思った。とあと焼き鳥の塩。焼き鳥は美味しかった。え、アコのは？アコのはって何？何？え、このさ、いや、まあまあまあ最初見た時めっちゃおしゃれやんと思ったんやけど、何？みんな見た目からしてでも食べたくないって言って、ルリだけがちょっとおしゃれ。私だけおしゃれ。すごい。みんなご飯作ってあるって。これはなんかマカロニサラダに、まあ、チキンなんやけども、なんていうかな、その値段が安いやん、750円で。だからほんまマカロニじゃなくて他のキュウリとか入ったやつを使って、ちょっとまあサラダっぽいチキンみたいな感じにしたがって、ちょっと安い方買っちゃったからマカロニサラダになっちゃって、スパイスというか感じで、わさびさんを、あの、かば焼きのやつ、かば焼きさんのわさびバージョンを乗っけたのよ。チキンとだってわさびって合うでしょ、タレとわさびで合うかなと思ってのして、で周りはエビせんに、なんかエビせんにのしたらなんかおしゃれかなと思ってクラムチャウダーペペペって乗せた。
だから豆乳をここに入れてなミルクシェイキ的なことにしたかったのよ。おしゃれな女子になるでしょ。はい、飲んで。プリンのままの方が美味しかったらしいです。逆に良かったよ、なくて。あったとて、あのグラタン焼きそばみたいにしたかったよ、ね。なるほどね、それはでも文句言えへんわ。ただ出したら知らん液体。うん、これすごい美味しいよ。ありがとうございます。圧勝でした。バイバーイ。うん、かば焼き三太郎が乗ってる時点でアコンだって分かった。じゃあ余計ご飯作らんでー。